臼杵市の臼杵小学校で野球を教えたのは、福岡ソフトバンクホークスなどで活躍した元プロ野球選手、鳥越雄介さんです。これは臼杵小学校開校150周年の記念事業の一環で、卒業生である鳥越さんを講師として招いて、子どもたちに野球を指導する特別授業が行われました。参加した小学5年生と6年生のおよそ90人は、鳥越さんと一緒にキャッチボールやバッティング練習を楽しんでいました。まだ知らないことを教えてくれたので良かったです。仲間の大切さというか、またみんなで一緒にやる楽しさであるとか、そういうのを少しでもね、分かっていただけたらいいかなとは思いますけど。青空の下、先輩からの指導は子どもたちにとって貴重な体験となったようです。